いや、いや、よも元プルト、魔球を使ってフリーキック対決。いやどうすか、このテンション初めてじゃないですか。初めて翔ちゃんのレベルに追いつけるかどうか心配。はい、はもうね、とにかくブレイン、キッカーボールをプロサッカー選手が蹴ったらどうなるの。いや、これ見たいね。見たいし、シンプルに対決したい。実はこれ僕たち AJ ユナイテッドさんからもらったボールで、はい、私も本当にコラボでこうやってキッカーボール使って対決するのは AJ さんぶり以来なんですよ。だからもう今日本当にコラボでキッカーボール対決するのは久しぶりなので、めちゃくちゃ楽しみにしてるので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうすか、キッカーボール蹴ったことあります？いや、ないです。全く、今日が初体験。初体験来ました、キッカーボールね。キッカーボールと、はい、いう感じでキッカーボール対決チームレガテ対プロサカチャンネルっていう感じで、先に3点取ったチームの勝ちという、はい、ガチ対決やっていきましょう。よっしょ、早速恒例のじゃあシーサーじゃんけんからお願いします。なんすか、なんすかそれ。沖縄では、はい、じゃんけんと言ったら、はい、シーサーじゃんけん。シーサーじゃんけん、これ知らない人いないです、沖縄に。マジですか。はい、今日覚えて、名古屋といえばなんすか。シャチホコ。シャチホコ。最初はシーサーじゃんけんボン。よーはい、これが代名詞なんですよ。急に始める、不意打ちしてきた。はい、ということで僕たち勝ったんで先行でいきたいと思います。しゃっ、よし、じゃあ先行、レガテの先行でいきます。レガテの先行です。まず、僕から2人チームなんで誰が蹴るか分かりませんよ。スニーシュートありますよ。いや、分かんない、どっち来んだ。うわっ、うわシンプルに止められる。やばいな、すまん、これ勝てるか。さあ、キーパー行って、キーパーマルセロ、あ、任せろ。頼むぞ、翔ちゃん、プロサカに負けない、負けたくない。いや、勝ちたい。頼むぞ。いや、勝ちたい。サッカー系 YouTuber の名にかけて。よ、うまい。うわ来ました。はい、キッカーボールといえば私、キッカーボールに愛され、すべてのキッカーボールが動いてる。いきます。よっやばやっぱね、キッカーボールが愛されてるな。そうなんすよ、見ましたか今の。今のですよ。やった、嬉しい。最初のよし、一定選手、これはでかいぞ。しゃあ、三原さんの2本目。もう本当、魔球、ザ魔球っていうのをやってみよう。おお。止めるぞー。うわー、やばー、リグタイム変化やば。この企画有利だぞ、俺たち。有利に持ち込んできたな。よしよしよし、イエス。いやシンプルに外す。いや、でも惜しかった、惜しかった。翔ちゃん頼むぞ、マルセロ、もう3点お前が決めてくれ。あ、なんせちょっと何はい、先方っす、あれ先方、はい、空いてますよ。今のボールやば、逆疲れとるやん。逆に行きながら逆疲れとるやん。よし、いきます。ナイス。おっ、うわっ、このカーブを止められる。めっちゃ曲がってた。そろそろ行きたい。行きましょう、頑張るよ。じゃあ集中して。おお、マジ1本の難しさけど、この1本決めれば楽になる。やばい、今のは止めない、今のは止めない、今のは
き合う能力やばい。そう、1対1ここで同点。頼む。ついにキッカーボール壊れてきたぜ。わあ、VR 見てみましょうか。 VR チェック。 チェック。うわー、はい、ということで今のゴール認められました。 VR 判定の結果2対1です。やばいね、追い込まれた時から進化が出るから。あ、数々の修羅場をくぐり抜きた。あもう、あれ知らないですか。知らない知らない。あれ知らないですか。ちょっと教えてあげて。なんだよな、翔ちゃんの動きが。いや、やばいや、やばいや、やばやば今のはやばい。今のはやばいな。いや今のは止めれんわ。え、三原さん、キッカーボール持ってますよね、自宅に。あのね、最初言わなかったけど。あるな、ね、これはあるな。やばい。2対2で僕たち先行なんで、決めて止めよう。勝とう。僕たちのや、僕たちなりのプライドがある。シーサーの誇りに勝ちましょう。よし、決めます。決めて。はい、もう決めます。お願い。もう絶対決める。いきます。絶対。うわ、触られた。触りますよね。触られた。絶対止めない。止めてくれ。もう負けは嫌だ。負けは許されない。危ねえ。でん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 。皆様、大変なお知らせがあります。なんと、みんなのキックが強すぎてキッカーボールがこんなになっちゃいました。これはやばくないですか。やばい。もうなんかミシミシいってますこれ。ということで、今2対2だよね。2対2。最後、普通のボールにチェンジしてキック対決します。しょうがない、こればかりは。普通のボールに変えます。はい、ということで、まあ逆にいいかもしれないね、検証的にも、はい、キッカーボール蹴った後に普通のボール蹴ったらどうなるのか。無理やりこぎりつける。これからはな、こっからも本当の技術に見せないといけない。あキーパーうまっ。いや、思ったんですけど、めっちゃ重くなる。めっちゃ重たい。止めて。このボールでこれはやばい。止めて。ミハラさん絶対うまいやん。決めちゃうよ。あー、絶対止める。左側でね。これが2人のメリットです。やばい、言うとるやん。負けた。待って、VAR いや、こじけた。すごい。もう終了の合図だ。三原さん勝利っていうことで。いやーキッカーボールこんなになっちゃいましたけど。はい、ということでキッカーボールを使ったフリーキック対決、まあ、途中から普通のサッカーボールになったんですけど、勝者は三原さんの勝ちです。いやもうあれは乾杯だね。乾杯。あれはもう止めれなかった。最後のサッカーボールのやつは、なんて言ったっけ。
やばいやばいやばいって言った時にもうホール入ってたもん。あれ一番ダメなパターンだよ。はい、それぐらい宮原さんのキックが素晴らしかった。フリーキック対決負けてしまいましたっていう感じで、フリーキック対決は以上になるんですけど、実はプロサカチャンネル、サッカー系のチャンネルをやっておりまして、そこでは僕たちと別の対決をしてます。でその対決は何かっていうのはぜひプロサカチャンネルの方で確認してみてください。コメント欄と概要欄の方にリンクを貼ってますので、ぜひこちらの動画の方もチェックしてください。今日もしこの動画が良かった、面白かったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。お願いします。でまたチャンネル登録がお済みでない方は、レガテドリブルジムの YouTube チャンネルとプロサカチャンネルの YouTube チャンネルの方を今のうちにチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time からのチャオチャオ